まだ6時だよ。はい、スマホ。ここ大きくなってる。男の子って不思議。朝って本当にこんな風に立つんだもん。不思議。じゃあ朝だし何か食べようか。なんだろうね。私同棲ってちゃんとしたことないからわかんない。男子と付き合ったこともなかったし。ペットかな。わがまま言って泊まってもらってるんだもん。この場合私の方がペットかも。聞いちゃって。おはようございます。ああ、おはよう。今日も元気だね。おはよう、姫海さん。早速で悪いんだけど、そこにいるついでにコピー頼んでいいかな、姫海さん。午後から別室で会議があるから、4人分吸ってテーブル置いといて。あ、はい、わかりました。ジロジロ見ないでよね。ここ職場なんだから。家ならいいけど、そのここじゃ恥ずかしいかな。
今日もひむかいさんのことじーっと見てるの？態度でバレバレ。でもしょうがないよね、ひむかいさんかわいいもん。でも普段からガン見するのは感心しないよ。女性は視線には敏感な生き物なんだから。そういうところが彼女なしの致命的な弱点よね。女慣れしてないと視線一つとっても気をつけられないし。うん、ごめんね、言い過ぎちゃった。でも視線の件以外はそうね、スーツでもこうしたスラックスにはちゃんとアイロン掛けとかすごいしてある。自分で作った弁当を持参してくる男もかなりポイント高いよね。主婦っぽくも見えるっていうか、こう料理上手な男はいろいろと。ってあれ、弁当持参してる？これはまさか、実は彼女いるんじゃないの？なに？え、本当に彼女できたのか？どんな子どんな子？俺の女より美人だったら殺す。うん、おかしい。顔もパッとしないし、金も持ってなさそうだし。なんかこう、女がいるやつのオーラが足りないよな。細かいところには気がつくよな。仕事もできるし。いや、お前、仕事できなくてもモテる男は世の中に多いからな。で、実際にどうなの？彼女いるの？いないの？まあそうだよな、解散解散。つまんないな。ひむかいさんも何かこの人に言ってやって言ってやって。いえ、私は別に。なんかかわいそうになってきたな。今度風俗おごろうか。普段夕飯とかどうしてるの？ちょっとかわいそうでしょ。はい、ひとりみくん、これ昨日言ってたデータ表ね。一度確認しておいてもらえる？男の20代を脳恋愛で過ごすと後がきついぜ。はい、これ今日の資料ね。30代でいざ本命に遭遇しても他の男に取られるからな、経験値低いと。休憩時間ですので、ランチ行ってきます。
荒牧さん。はいはい、みんな休憩だ。1分早いけど飯食ってこい、全員。廊下に来て。うん、もうじれったいわね。え？どうしたの？普段のキスはもっと上手いくせに。ほら襟曲がってる。ぼーっとしないでちゃんとして。もっと自信持っていいんだよ。あんたの魅力は私が一番よく知ってるんだから。いつから付き合ってたんだ、ひむかいさん。嘘、本当に彼女持ち？ちょっとちょっと、一体どうなってるの？めでたい、めでたいぞ。よかったな、よかったな。今日はみんなして宴会だ。大丈夫、私に任せといて。それでは我らが脱童貞君の彼女発覚記念日に乾杯。あれ、ひむかいさんってこの店で働いてなかった？はい、実はこの間まで。うん、大丈夫、ありがとう。ひむかいさん？あ、斉藤さん。やっぱりひむかいさんだ。急に辞めちゃうからみんな心配してたんだよ。ごめんね、いろいろあって。でも元気そうでよかった。うちひむかいさんが辞めてからいろいろシステムが変わったんだけどさ、マニュアルができてすっごく働きやすくなったんだよね。え？なんか店長が急に言い出してさ。でもそれで効率も良くなったし、新しいバイトも割とすぐ戦力になってくれて。そうなんだ。でもう次の仕事頑張ってるひむかいさんにそんなこと言っても仕方ないよね。ごめんごめん。今日は店長いないから安心して楽しんでいってね。それで、この短期間に本当にうまくやったな、お前。具体的にいつから付き合ったんだ？告白はどっちからだ？教えろよ。もうバレてるんだし、いいだろう、ちょっとくらい。
皆さん、勘違いしないよう今からはっきりとさせておきますが、私、彼女じゃありません。元彼女です。ね？え？元カノ？どういうことだ？だって説明も何も。だってそうでしょ？今日はあんたがみっともなかったから葉っぱをかけてあげたの。ただそれだけ。はいはいはい、姫海さん、元カノは平気でキスとかしないと思います。私の場合はします。ただし相手に新しい相手がいなかった場合にのみですが。あの、下世話な話で大変恐縮ですが、元カノ元彼というと、彼は今童貞ではないということでよろしいのでしょうか？はい、もちろんです。誕生日、交際記念日、クリスマスやバレンタインはもちろん、私間違いなく100回以上は彼に抱かれてます。100回？かわれー、今すぐ俺とお前の体を入れ替えてくれ。どちらにしても殺す。100回、200回って、え、それ何年付き合ってたの？200は嘘でしょ。学生時代からですね。夕日で赤く染まった教室で無理やり抱かれたこともありますし、体育倉庫は結構燃えましたね。こいつ、私が体操服着るといつも以上に興奮しちゃって。お前、童貞どころじゃなくてやりちんじゃねえか。体育倉庫の件、もっと詳しく聞かせろ。いいな、学生時代の恋愛って私長続きしなかったから羨ましい。わかった、アイロンやお弁当の件も実は姫海さんが犯人なんじゃ。さあ、それはどうでしょう。いいよな、お前ら若いやつらは。俺なんてここ数年はずっとレスで、俺の息子も強制引退させられそうで、フルチンで土下座して嫁にお願いする気持ちがお前らにわかるか。え、どうなんだ。なあ、荒牧さん、それは一生わかりたくない気持ちですね。はい、ねえ、どうして彼と付き合おうと思ったの？忘れちゃいました。結構前のことですし。別れた理由は？音楽性の違い。へえ、面白いこと言うじゃない。それってまだ私に未練たらたらってこと？言いたいことはそれだけ？え？え？二人ってそんな感じで付き合ってたの？お互い妙に不満を含んでる言い方ね。私はみんなの前で渡したのに、ホワイトデーはこっそり渡してきたのはどこの誰だったかしら。修学旅行も気を利かせてみんなが二人きりにしてくれたのに、結局ラーメン屋巡りなんてロマンもへったくれもないツアーにしたのはどこのどなた？建前よ、建前。え、女子連れ出すならもうちょっと先にいろいろとプラン練んなさいよ。帰りのバスだって私友達にお願いしてあんたの隣にしてもらったんだからね。それを
最後まで横で爆睡してたのは一体誰よ。なるほど、付き合ってやることはやってもメンタルは童貞そのままだと。それは一番悲惨だな。結婚しても奥さんが絶対寂しがるパターンだ。卒業式の日だって別に私先に帰ったんじゃなくて、あ、思い出した、まだあるよ。というかいろいろ思い出したら本当に腹立ってきた、この鈍感元彼。ちょっと待ってちょっと待って、二人は学生時代に付き合ったってだけで今は付き合ってるわけじゃないのよね。はい、付き合ってません。それでついこの間まで居酒屋で働いていた姫海さんを鈍感元彼くんがいろいろあって引き抜いたってことでいいの？一応ちゃんと面接はしましたけど、こればっかりは偶然ですね。いいけど、なんか怪しいな。でも、そっか、別れてるならこうしても問題ないよね。待てない、姫海さんとはキスできるんだから私にもしてくれたっていいでしょ。姫海さん、やだ冗談だってば。何ムキになってるの姫海さん。ごめんなさい、私ちょっとおトイレに。あのさ、どこまでが本当でどこまでが嘘なのかは知らないけど、姫海さんのこと大事にしてあげなよ。よし、それじゃあそろそろデザート食って帰るぞ。どこが？違うよ、多分私のせい。私の方が仕事中にあんたのことばっかり見てたの。多分それでバレた。むしろそっちは就業中は仕事に集中してたよ。私それがかっこよく見えてついつい見ちゃってたんだから。言ったでしょ、あんたはもっと自信持っていいって。
よ。私も好き。私の方が我慢できない。私もただいま。私この部屋慣れてきちゃった。やだ、私も一緒に餃子作りたい。それって広い意味で言ったら俺のこともっと頼れって言ってる？なんかつまんない。あんたって彼氏になったはいいけど全然私に甘えてくれないんだもん。そうじゃない、そういうことじゃないから。強引で私が油断してる時ばっかりなんだもん。そうなの？なんで？変態！スケベ！ずるい、キス慣れしすぎ。嘘つき。社会人になってどうせエッチなお店に行って修行してたんだ。ごめん、それは男としてどうかと思う。ダメ、行ったら殺す。先に言っておくけど、私結構独占欲強いよ。
じゃあ私以外の女の連絡先今すぐ消して。ちょっと冗談だってば、本気にしないでよ。ただちょっと言ってみたかっただけ。私別にあんたを困らせたくて二つ返事で付き合ったわけじゃないもん。え？そんなこと言われても。何が？それは分かってるけど。そうなの？なんかそれはごめんね。私ほらこういうの初めてだからさ、その付き合うことになったのは嬉しいけど、ちゃんとあんたの期待に応えられるのか不安で。何それ、どこの常識？自分でする癖があるから。私そんなにしてる時甘えてる？バカ平気な顔してそんなこと言わないでよ。あそこは。エッチって赤裸々なコミュニケーションだと思うの。だから私知らないうちにあんたに甘えちゃうのかな。学生時代もあんた不思議と私に優しくしてくれたし。
私も好き、愛してる。エッチ？ない。いや、えって言われてもないの。私飽き性だし、普段はスマホいじってるかテレビ見て時間潰してる。あの、クソアプリ紹介されても困るんですけど。何これ。あの卵から生まれるマイベイビーって何？ヘビかなんかなの？私爬虫類は無理なんだけど。いやいや、人間じゃないでしょ。だって卵だよ。出てくるのは卵性の動物じゃなきゃおかしいじゃん。私と仲のいいいとこの名前、私かなちゃんみたいな可愛い響きの名前に憧れがあるの。まあそうかもしれないけど、自分の名前は慣れちゃうとね。あんたそれ先に言いなさいよ。じゃあゴロでいいわよ、ゴロで。鳴き声を選ぶとか絶対もうそれすでに人間じゃないよ、人間じゃないよ。まずは鳴き声を選んでね。1番おにゃーおにゃー、2番3番おにゃー。いや、どう考えても1番でしょ。2番なんて絶対人間としておかしいし。私こんな息子いらない。てめえの金玉蹴り上げてやるぜ。私こんな2歳絶対嫌。金玉蹴り上げる息子なんていらない。というか2歳で普通に喋ってるっておかしくない？私が間違ってるの？ねえ、ママプレゼント。なに？もういいよ、プレゼントなら一応もらってあげる。てめえの金玉蹴り上げてやるぜ。またそれかよ。っていうかプレゼントは、ねえ、それに私金玉ついてねえよ。やだ、こんなゲームやらない。というかそもそもこれアプリとして成立してないし。
可愛い赤ちゃんなのよ、詐欺よ詐欺。リズムに合わせて連続で飛んでくるばあさんって何？それも狂気すら感じるんですけど。貸して。無理に遊ばなくてもいいじゃない。私今日はずっとこうしてたい。ねえ、いいから黙ってギュッてして。私それだけですごく満足できちゃうの。それはそれ、これはこれ。落ち着く。ほんと言うと会社でもずっとこうしてたい気分だし。やってます。でもこうしてると思い出すね、学生時代。うん、と言いたいところだけど、一回は私あんたに抱きついてる。2年の秋、市の合唱コンクールで優勝した時。泣くほどのコンクールでもないのに、私最後は何人かの子と一緒に泣いちゃって、感情が高ぶってたんだよね。その時になんかつい隣にいたあんたに。残念でした。そして過去の自分に嫉妬しても無駄です。休みも放課後も授業中だってあんたいつもふざけてばっかりいたもんね。ううん、全然。あんた私の隣の席で大抵の授業は寝てたし、珍しく起きてるかと思えば夢中でスマホのゲームしててさ。女としてはあの時誓ったよね、最低でもこんな男とだけは将来絶対付き合わないって。あのさ、いつから私のこと好きだった？それ嘘、絶対嘘でしょ。私わかるもん、あんた今嘘ついてる時の顔してる。答えにくいの？なんで？どうして？全然良くない。私誰かさんと違って想像力全然ないから、ちゃんと面と向かって言ってもらわないとわからない。おっと、キスでごまかそうとしても無駄よ。今の千尋ちゃんは追求モードなんだから。ほらほら、いつから私のこと好きだったの？何年の時から？季節は？離れてからもずっと私のことを思っててくれたの？それ結構ムカつくんですけど。嘘でしょ。私わかるもん、あんた嘘ついてる時絶対人と目合わせないから。私はずっと気になってたよ。だってあんたはやっぱり私にとって普通とは違う特別な男の子だったから。
どうしたの？黙っちゃって。そのまんまの意味。私、男子の友達も多かったけど、こうして二人でいるときはいつも気が楽だった。もう当たり前でしょ。他に誰がいるのよ。だってあんた優しかったもん。人前で私がどんな顔してたって全部あんたには筒抜けだった気がする。ごめん、実は昨日あんまり寝られなかったの。というわけで彼氏の膝枕でおやすみなさい。こっちの方が変なアプリよりよっぽど有意義。こんにちは。みんな早めに返しちゃった。私って一人の方が作業はかどるし。ん？ありがとう。今文化祭で配るクラスのチラシ作ってたの。よかったら一度見て感想くれる？どう？クラスの出し物がカラオケってそれだけじゃインパクト薄いと思って、今日友達とさ、いっそのことをメイド喫茶とカラオケを合体させようって話になって。そこはね、男子にも無理やりメイドコスさせようと思って。いいと思うんだけどな。衣装は私たちで作るし。ううん、でもメイド服は可愛いと思ってるよ。服はおばあちゃんの影響で型紙起こせるし、この際それを披露する場にもなるなら楽しそうかなって。いいよ。予算が下りれば私を中心にみんなにも手伝ってもらうし。急に。二人とも塾、他のみんなは勉強にバイト。
な。さっきまで手伝ってもらってたんだから、うん、ごめん、そう、やっぱり私あんたには嘘つけないっぽい。私、みんなで一つのことを成し遂げるってやつ苦手なんだよね。これだけ聞くと嫌なやつって思うでしょ。うん、分かってる。自分でもそう思う。みんな受験勉強だバイトだっていろいろと事情を抱えてさ、3年の文化祭なんて私たちからすれば消化試合みたいなものだし、私そういう空気がすごく苦手。不安になるの。誰が実行委員をやるとか、誰の話を中心に動いていくとか、結局は責任や時間の押し付け合いで、それでもみんな表面上は仲がいい感じでさ。ありがとうね。あんた心配してバイトの前に顔出してくれたんでしょ。しかも女子のみんなが帰るの待ってから。そうなの。私大勢人がいる中だと昔からどうしても普段から気がめいっちゃって、誰と誰がこんなこと考えてる。でももう反対のグループは全然違う意見で、でもそれが表情で全部私には分かっちゃうみたいな。あれ、今何時？ごめん、超昼寝しちゃったって、もう餃子ほとんどできてるし。今のキザっぽいけど割と好きよ、私。ねえ、ちょっとシャワー借りるね。寝汗かいちゃった、私。